平野紫仕様、スワンボードで披露した彼氏感がファンを取り込みこんにちは、読者の皆さん。今日は、元キング・アンドプスメンバーであり、日本のエンターテイメント界で非常に注目されている平野紫仕様さんについてお話ししましょう。平野紫仕様さんが最近、SNS を賑わせているショットが話題となっています。その瞬間には、彼氏感やバイ かっこよすぎ、熱くても爽やか、との絶賛コメントが殺到しました。7月7日、平野志陽さんは、飛べ、として知られる滝沢秀明さんが代表を務める新たなプロジェクトへの合流を発表しました。これにより、彼はますます注目を集める存在となり、その SNS アカウントも多くのファンで賑わっています。 平野耀さんがファンとシェアした写真は、スワンボートの中で腕を組む姿を捉えたもので、その圧倒的なかっこよさが一気に拡散されました。この写真では、彼は白い半袖 T シャツとワイドデニムを着こなし、まさに夏の爽やかな風を感じさせてくれます。 写真の中では、平野紫耀さんはスワンボートを操縦する様子や、メガネ姿も披露しており、その多彩な魅力にフォロワーたちも笑顔が絶えませんでした。ファンからのコメントには、紫輝くんずるいよ。こんなにイケチラかしてるのを毎日見せてくれたらずっと紫陽くんのことばっかり考えてしまうやん。ドライバーさんなのね。 彼氏感やバクテかっこよすぎ、教習所の教官に見えちゃう、貴重なお隣目線ありがとうです。熱くても爽やかな紫陽君。きっとスワンボーとも喜んでます。といった熱烈なメッセージが寄せられました。平野志耀さんは、その魅力的な外見だけでなく、演技力や歌唱力でも多くのファンから支持を受けていますが、 このスワンボートでのショットは、その中でも特に多くの人々に注目された瞬間でしょう。彼の SNS アカウントでは、日常生活から仕事の裏側まで様々な瞬間を共有しており、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。この写真も、その一環で彼の人間にあふれる一面をファンに見せる貴重な瞬間と言えるでしょう。 今回のスワンボートでの写真が平野紫耀さんのファンたちにとって彼の魅力を再確認するきっかけとなりました。その彼氏感あふれる瞬間は多くの人々に夏の爽やかな楽しみを提供してくれました。平野紫耀さんはこれからもその魅力を広めファンと共に素晴らしい瞬間を作り出していくことでしょう。私たちもその活動を楽しみにしています。 結論。平野紫耀さんのスワンボートでの彼氏間ショットはファンたちを虜にし SNS 上で大きな反響を呼びました。彼のファンにとって彼の魅力を再発見する素晴らしい瞬間であり、今後の彼の活動にも期待が高まっています。彼の明るく爽やかな笑顔がこれからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。読者への挨拶。 読者の皆さん、この記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野志耀さんの魅力的な瞬間を共有できて光栄です。彼の今後の活動に注目し、ともに素晴らしい瞬間を楽しみましょう。また、エンターテイメント界の最新情報についても、お伝えできることがあれば、どうぞお楽しみにしてください。